チベット民族、チベット民族、チベット民族は、ユーラシア大陸中央部のチベット高原上に分布する民族。チベット語を話す。人種的にはモンゴロイドに属する。チベット民族は、チベット高原一帯に分布し、シナチベット語族チベットビルマゴ派のチベット語を用いる。7世紀。 国王孫千が無ポの命によって、インドに派遣されたトンミッサムボータによって作られたという伝承を持つ、独自の標音文字、チベット文字を持つ。中華人民共和国、ブータン、インド、ネパールなどに分布する。チベット語では、プーリーと自称する。プーは、チベット、リーは、種族、民族の意味。現在、チベット民族イコールプーリーは、 包含する内実が相違する二つの用法で用いられている。この民族は主にブータン、ネパール、インド、中国の四カ国に分布する。ブータンはこの民族自身が樹立した唯一の国連加盟国で他の三カ国においては少数民族として分布しているが、伝統的な分布地域の大部分において人口の多数派を占めている。この民族の分布地域の面積、 人口とも大部分が中国の統治下に置かれている。この民族の唯一の独立国家ブータンは歴史的にはチベットの辺境地方に位置し政治、文化の中心やルンツンポカ流域は現在中国が設置した行政単位チベット地方の中枢を占める。人口はブータンで約60万人、中国で541万6021人、 亡命チベット人、約15万人など、4カ国で、約600万人。中華人民共和国の弾圧政策により、約1、5の人口を失ったとされる。中国における民族識別工作では、この民族を、蔵族、三頭のほか、六波族、メンパ族、共族などの民族に、区分、各、民族は、民族区域自治政策に基づき、 集中,中地域には、自治行政単位の設定を認められている。チベット自治区には241万人、青海省には113万人、甘粛省には36万人、四川省には122万人、雲南省には13万人いると言われている。ブータンの国土は、標高3500から7000メートルの山地が占める、北部と中央部、 インド平原に連なる南部からなるが、チベット系の人々は、主として中央部に居住し、南部地方では、ネパール系住民が多数を占める。ブータンにおいては、チベット語に禁煙な存下語を母語とする、ムガロングが人口の筆頭を占めるが、競技のチベット民族、クラ族は、数千人に過ぎない。チベット語を話す。通常、チベット語は、ウッンチベット語。 アムドチベット語、カム、チベット語の三語を指す。ラサ方言は、標準チベット語と言われる。宗教としては大多数が、八世紀に国教と定められたチベット仏教の信者であるが、近年では世俗化が進んでいる。また、ン教やイスラームの信者もいる。Y 戦色体の DNA 延期配列の国際的分類法による A から R までの18種の大分類のうち、 ルー配列と呼ばれる、約300個の特定の延期配列、ギャップ因子を持つのは、ハプログループ D とハプログループ E のみであり、D グループと E グループはおよそ6万年前に分化した兄弟グループである。そのうち、ハプログループ D が相当な頻度で存在するのは、日本とチベット及びアンダマン諸島のみで、あ、日本では32%前後、沖縄では55%前後、 アイヌでは88%前後、チベットでは約30から50%、アンダマン諸島南部では100%。つまり、Y 染色体にルー配列、ヤップ因子を持つ者が相当頻度で存在する地域は、アジアではアンダマン諸島、パラグループ D と日本列島、ハプログループ D1 ビット、チベット民族、ハプログループ D1R のみであり、 日本人の Y 染色体の30から40%については DNA 延期配列が禁煙関係にあるものは周辺国などにはな、チベット、アンダマン諸島の Y 染色体と禁煙関係にある。また、チベット人からは D 系統と E 系統の素型でから直接分岐した、でもわずかに観察されている。では他にはアフリカでしか見出されていない非常に珍しいタイプである。 なお、人は、酸素の薄い環境では、ヘモグロビンの量を増加させる、遺伝子を持っている。しかし、ヘモグロビンが増えすぎると、高血圧症や、新生児の低体重及び死亡の原因となる。しかし、チベット人は、ヘモグロビンの生産量を抑制するように、エパス1が変異しているとされ、これは、デニソワ人と交配した際に獲得したとの説がある。これにより、 チベット人は、高地での生活に適応したとされる。5世紀頃から、ホタン方面から入ってきた遊牧民の政権が王国を建設した。トゥルク諸語やモンゴル語などでは、トベットと呼び、漢文では、トバンと記される。7世紀頃に、森強しとなる。その後も異民族による直接支配を受けたことがなく、1642年には、ダライラマ政権が成立した。 1723から32年の妖精のチベット分割により、チベットの東部、アムド全域、カム東部の諸行は分割されて大見及びチベットに、隣接する甘粛、四川、雲南に分属し、青年弁事大臣と甘宿、雲南の順部、四川総督などの中国の地方官より六部の、兵部を開し、新朝皇帝から所要の安堵を受けることとなった。引き続き、 ダライラマとチベット政府ガンデンポタンの管轄下に置かれたチベットの中央部ウーウーツァン及び西部ガリは中国側ではまとめてチベットと称されるようになった。1912年の侵害革命により新国が滅亡するとガンデンポタンはチベット全土の奪還を目指して統制の軍を起こしたが監縮、青海を掌握するバシ政権、視戦。 雲南の地方政権などに阻まれた。その後、中華民国の前時期、1912から1949を通じ、中国の地方政権がチベットの東部を分割支配し、チベットの西部、中央部を岩田ポタンが掌握する有形性は変わらなかった。1949年に建国した中華人民共和国は、 まず1949年から1950年にかけて中華民国の諸地方政権が支配していたチベット東部を昭和区、ついで1950年に岩田ポタン地下のカム地方の西部に侵攻。翌1951年には岩田ポタンを屈服させて17カ条協定、チベットの西部、中央部を制圧した、いわゆるチベット和平解放。 1955年、チベットの東部で勃発した高中放棄は1959年、中央チベット波及。1959年3月10日のラサ市民の放棄。中国軍による鎮圧を経て、チベットの君主、ダライラマ、チベット政府、ガンデンポタン、約10万人の難民がチベットを脱出し、チベットの全土が中国の直接統治下に組み込まれた。 2017年現在は独立国家としてブータン王国を持っているが他の地域では他国の支配を受けている。特に中国支配下のチベット本土においては自治拡大を主張している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。